大事なのはやっぱり声変わりのタイミングと陰毛が生えるタイミングだと私は考えています。とね、指先からですね、骨盤が閉じてくる時期になります。縦方向の力がね、身長とってプラスエネルギーになるかっていうのは非常に証明することが難しいというわけですよね。身長ビヨン、医師学科学生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長と話したい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのは身長先生に聞けの42番目ですね。前回が7月の8日ですので、もう1ヶ月以上ね、空いちゃいました。ショートでね、ちょっとやってみたりだとか、対談動画が上がったりだとか、ところで経路が変わってたんですけど、久しぶりにね、身長先生に聞けのシリーズやっていきたいと思います。皆さんもね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひねコメント欄の方に記載をお願いします。さて、41番目のところからピックアップして答えていきたいと思います。気持ちくんさん、質問失礼します。14歳3ヶ月男子です。手のレントゲンを撮影したら骨端線、指先のね成長線が少し閉じていると先生から言われたんですが、まだ身長伸びますでしょうか。これすごくいい質問だなと思います。手のレントゲンを撮ってるってことなんですけど、指先が順番に閉じていきます。14歳3ヶ月とね、指先からですね骨端線閉じてくる時期になりますので、この方に関して言うとほぼ年相応という表現になりますので、14歳3ヶ月ですと今の時点でもね、まだ5センチ以上伸びるかなという期待値としてあるんじゃないでしょうかという表現になります。この方は、ね、男性なんですけども、まあ、女性の場合ですと14歳3ヶ月ですとかなりね骨端線閉じてるかなというところになりますので、そこはね大きく違うことを注意してください。はい、次 TG さん、寒冷療法、冷水シャワーを浴びることやアーシング、砂浜や天然芝を裸足で歩くことが成長ホルモンの分泌を促し身長にプラスに働くと聞いたことあるんですか、先生の意見を聞きたいです。あんまりこういうのはお医者さん好まないようなタイプのものですよね。なんとなく民間療法というか広告チックな内容ね、ことが多いかなっていきましょう。例えばですけども、アーシングとかね、こういったものに関しては悪いことではないと思いますので、別にやっていただくのは構わないと思います。次、良き11243、いつも言ってます、骨端線が十分あった場合急に半年ぐらい閉じたりはしますか。これはないですね。骨端線徐々に閉じますので、半年で急に閉じることはないです。愛さん、こんばんは、高3の男子です。自分は腕や足の毛薄く脇毛が生えていません。下の毛は中2頃生えましたと。通常下の毛が生えてから何年ぐらいでは気が入るものでしょうか。あと、どれくらい身長伸びるでしょうかと。下の毛の濃さはどのように身長に関係してますかってことですね。で、まずは、中2の頃にね、陰毛が生えたってことで、それも非常に一般的だっていうところになりますので、決して問題ないと思います。あとですね、まあ、陰毛が生えたか脇毛が生えるぐらいの、大体2年ぐらいかなってところになります。ただ、脇毛とかはあんまりそこまで気にしなくてもいいかなと思います。大事なのはやっぱり声変わりのタイミングと陰毛が生えるタイミングだと私は考えています。毛の濃さもあんまりね、意識しなくてもいいんじゃないかなと思いますので、ご理解いただけると嬉しいです。はい、次。ヒカルさん、バスケジャンプすることによって縦方向の力が加わって身長伸びると聞き、同様にジャンプするスポーツとしてトランポリンを始めたのですが、それで身長伸びることはありますか。縦方向の力がね、身長とってプラスエネルギーになるかっていうのは非常に証明することが難しいという表現ですよね。ただし決して悪いってことはないでしょうって表現だと思います。トランポリンもね、いいかってことね、もうトランポリンもね、いいでしょうってことです。もうすごいですね、期待をするというよりはいいでしょうぐらいの感じのテンションで取り組むのがおそらくいいんじゃないかなと思います。はい、次、ワラビーさん、14歳中学3年生です。この前歯医者さんに行った時に、第二成長期ぐらいに生えるはずの12歳臼歯という歯がまだ生えてなくて、11月頃に生え始めると言われました。身長と歯は関係ありますかってことですね。関係あると思いますよ。今後もですね、私はですね、まあ、できれば歯の情報も取り入れながらね、治療に当たれるとより一層正確なお話ができるのかなというふうに考えたりもしています。はい、ランマさん、運動すると背が伸びるとよく聞きますが、運動の合間に飲んだ方がいいものとかありますか。アミノ酸だったりだとか、そこら辺がね、会話される内容かなというふうに思います。アーさん、もうすぐ4歳の男児、成長曲線ギリギリの低身長なんですか。まあ、いわゆるマイナス 2SD って表現でしょうかね。ここから高身長になる可能性もあるということでしょうか。母150、父175とかですね。これは小学生身長伸ばす方法のところでもお話しさせていただいたんですけども、基本的にはマイナス 2SD でスタートして、プラス 2SD、まあ、つまり180センチ以上ですよね。そういったようなパターンになるような可能性は非常に低いです。ただし、例外も存在するでしょうというような表現が正しいと思います。はい、次、タカサンライズさん。自転車をどれくらい漕げば運動を1時間するのと同じ運動量になりますか。これは自転車の強度によるでしょうね。運動と言ってもね、ピンキリだと思いますので、自転車も立派な運動になることはよくあると思います。ゆっくり漕げば運動じゃないという表現ですね。1時間ぐらいね、運動するとですね、成長ホルモンしっかり出ますので、ぜひやっていただくといいんじゃないでしょうか。次、これ最後の質問にしましょう。ネオスパークさん、傷口に塗るステロイド影響ありますか。あんまりないんじゃないかな。これは大丈夫でしょう。ただ傷口に、ね、ステロイド塗ることってあんまりありませんので、その点は十分ご注意ください。ということでですね、今回ですね、身長先生に聞けのね、42番目をね、やっていきました。皆さんね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメントの方に記載してください。ピックアップしながらね、答えていきたいと思います。それではまた、身長ビヨーン、バイバーイ。